日程第4、これより請願の審査を行います。請願12月第1号および第2号を一括議題といたします。件名および請願用紙についてはお配りしてあります。請願文書表に記載してある通りであります。請願12月第1号および第2号について紹介議員から補足説明を求めます。請願12月第1号について12番古畑飛動さん、12番議員。ご指名がいた、ご指名をいただきましたので、請願12月第1号についての提案理由の説明を申し上げます。大学の学費の高騰と家計収入の減少により、奨学金に頼らなければ、大学に進学できない学生が半数を超えるようになりました。卒業しても不安定な雇用で十分な収入が得られず、奨学金を返したくても返せない人たちも増加しています。社会人としてのスタートラインから数百万の借金を背負うのは大変な重荷です。借金苦を下げるため、学びたくても進学を諦めざるを得ない子どもが多くいます。長期に及ぶ返済の負担は若者に結婚や子供を持つことをためらわせる要因ともなっています。若者ばかりではなく、子供の奨学金返済の肩代わりで老後の生活資金を失う親も増えており、世代を超えた社会問題となっています。諸外国と比べて日本は高等教育に対して公的支出が OECD 諸国の中で最低の水準であり、大学の授業料が有償で国による給付型の奨学金制度がないのは日本だけです。本請願は給付型奨学金制度の創設を求める請願であります。制度の早期の創設が必要であることをご理解いただき、全議員の賛同を賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。質疑を行います。ありませんか。ないので、次に請願12月第2号について補足説明を求めます。17番、柴田博さん。17番議員。12月請願第2号子ども・障害者等の医療費窓口無料化を求める長野県への意見書の提出を求める請願について補足説明をさせていただきます。本請願は松本地区社会保障推進協議会から提出されたものであります。子どもや障害者の医療費窓口無料化は子どもを抱える子育て世代や一人親世帯、障害者やその家族などが経済的な心配をしないで安心して医療を受けられるようにと全国で広がってきました。今年9月時点で全国では子どもの医療費は39都府県、障害者医療で29都道府県で実現をしています。特に子どもの医療費では償還払いになっている北海道と埼玉県ではほとんどの市町村で個別に実施されており、当該県下のすべての市町村で窓口無料が実施されていないのは長野県を含めて6県のみとなっています。本請願はそのような状況の中で
長野県でも窓口無料化を実施するように塩尻市議会として長野県に対して意見書を提出してほしいというものであります。これまで実施しない大きな理由の一つとされてきた国保へのペナルティについては国でも検討されてきており、廃止の方向が見えてきています。今窓口無料を実施すればペナルティを受ける立場にある塩尻市としても実現してほしい制度であるとの見解も示されています。さらに塩尻市単独では実施できない理由とされてきた付加給付金や高額医療費の重複支給などについても県下一斉に実施するのであれば解決可能とのことであります。また松本地域の3市5村の中で意見書を可決していないのは塩尻市で市議会のみであるということも事実であり、今塩尻市委員会として長野県民塩尻市民のために意見書、長野県として子どもや障害者の医療費窓口無料化を実現するように意見書を提出すべき時ではないでしょうか。そのために全議員の賛同をいただき意見書が提出できるようお願い申し上げ補足説明といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので、請願12月第1号および第2号の2件はお配りしてあります委員会付託案件表の通り担当委員会に付託いたします。日程第5陳情書の担当委員会開付をいたします。陳情12月第2号および第3号はお配りしてあります陳情書委員会開付表のとおり担当委員会へ開付いたします。以上により、本日の日程は全部終了いたしました。よって本日の本会議はこれにて散会といたします。誠にご苦労様でございました。